こんにちは。京都女性漢方相談の松宮局管理薬剤師目垣真由美です。女性のための優しい漢方薬教室シリーズ19。本日のテーマは、春は肝、デトックスの季節のお話、パート3です。春は体の新陳代謝が活発になる季節です。漢方では、春は肝といって、肝臓の肝という字を書くのですが、肝臓の機能が乱れる季節という意味です。肝臓の機能の一つには、解毒、デトックスがあります。前回パート1では、春と肝臓の関係、パート2では、肝臓に良い食材のお話をしました。今回パート3では、食薬についてです。食薬とは、お薬よりは効力はないけれども、普通の食べ物よりも効力があるもの、食べ物でもあり、薬でもある食材のことです。それではまず、梅のお話です。梅は伝統発酵食品の梅干しが有名です。塩気のミネラルとクエン酸が含まれる梅干しは、肝臓と腎臓の働きを高めてくれます。その他の食材としては、アミノ酸と塩気のミネラルが合体したお味噌やお醤油、お漬物も食薬としておすすめです。特に、お味噌の中のメチオニンというアミノ酸には、アルコールの酸化物であるアセトアルデヒドを解毒する働きや、タバコのニコチンやタールを分解する働きがあるので、お酒やタバコを好む人にとって、お味噌汁は特効薬になります。今日はこれで終わります。食薬は他にもたくさんありますので、知っておくと毎日の食生活の改善にお役に立てると思います。次回のパート4でも引き続き食薬についてお話ししますので、お楽しみにください。パート4が最後になります。松宮局のチャンネルでは、女性のための優しい漢方薬教室と題したお話や、健康に役立つ情報などをとっても簡単にわかりやすくお話ししています。動画を閉じる前に、いいねボタン、チャンネル登録をしてもらえるととても嬉しいです。動画下の説明欄には、松宮局ホームページのリンクや、他にも日々書いているブログ記事のリンク、今回のテーマである、春は肝、デトックスの季節のお話は、パート1から、リンクも貼っています。メールやお電話でのお問い合わせやご相談もお待ちしています。ありがとうございました。